秋山さん。お前は野本。借金取り。三谷はどうした？追ってたんだろ？よくご存知で。ですがこの辺で見失っちまったんです。うちの部下も探してるんで、逃げられるわけはないと思うんですが。消えたってことか。でもどこに？それが分かりゃ苦労しませんよ。もしかして。なあ秋山さん、三谷のやつ、まさか隔離エリアに逃げ込んだ？だとしたらあいつ本当に死ぬぜ。そうなるな。くそ、俺行ってみる。なっちまうな。
くだな。剣道三谷、なんなんだよここは。ゾンビで溢れてやがる。よく生きてたな。おい、俺にも銃よこせ。死んだくねえよ。悪いけど、お前に貸す銃はない。なんだてめえ。おい剣道、なんなんだこいつは。よ黙ってろよ三谷。この場所で大声を出すのはよくない。一丁揉んでやるかな、剣道。いいね、秋山さん、やってやろうぜ。やっちまうな。やるぜ。死ねるかよ。カズミ、おめ剣道とできてやがんのか。あれ、お前知らなかったろ。知るわけねえだろ。そうか、なら慰謝料だ。奴らから慰謝料が取れるぜ。は？なんでそうなる。カズミは俺のガキ払んでるんだぜ。父親無視してさよならか。冗談じゃねえ。子供の父親は剣道だよ。お前にパパを名乗る資格なんかねえ。なんだと？大体おめえは何なんだよ。俺か？説明してやってくれよ、野本。え？秋山さんはね、三谷くん、私のご同業なんだよ。野本さん。よかったな、三谷。お前にも無事を喜んでくれる人がいてさ。三谷君は私に殺されると思って逃げていたようですよね、秋山さん。ああ、そうらしい。バカバカしい。死なれたら帰ってくるもんも帰ってこなくなる。我々はそんな真似しません。こってり絞るまでですよ、骨の髄までね。そんな怖いね、本当。秋山さん、また借りができちまったな。心配すんな。お前への貸しはきっちり回収してやる。遠慮するとまた怒られちまうからな。ああ、望むところだ。またいつでも使ってくれよ、俺のこと。秋山さん、何度も何度も本当にありがとうございます。礼なんていいさ。和美さん、元気な子を産みなよ。はい。あの、これもしよかったらもらってください。ありがとう、使わせてもらうよ。それじゃあまた。剣道くんのことよろしくお願いします。ああ、またバリバリ働かせてもらうぜ、秋山さん。
せ。